こんな時には引き算。こんな時には引き算の歌。持ってるレモンが7個、君にあげよう2個。残りはいくつ？おかげで引き算を覚えたんだ。へえ、ゴジリンとはその後どうなったの？いや、どうなったも何も。ライバルが多くて大変だったでしょう。お姉さん、僕は怪獣王だよ。アンギラスなんかに負けると思う？ゴジリンとはずっと仲良しでいたの？そりゃもちろん。それよりお姉さん、ケーキ食べようよ。食べようか。僕とお姉さんで半分こだ。そうね。食べながらゴジリの話もっと聞かせてよ。照れるな。ゴジリン。あ？何？ゴジリン、僕と遊ぼうよ。メカゴジラくん乱暴だからな。そんなことないよ。ほら、すぐ光線出すし。だって僕メカゴジラだもん。それはそうだけど。一緒にボートに乗ろうよ。え？誰か助けて！あ？ゴジリの声だ。やめてよ。
大したことないね。悔しい。ああ、行っちゃった。ゴジラ、ありがとう。あの、僕も活躍したと思うんだけどな。引き算大好き。覚えよう。引き算。そうさ、みんな仲良しが一番だよ。ところでゴジラ君、ケーキの後におせんべいはいかが？甘いケーキの後はおせんべいか、いいね。お姉さん、半分こしよう。あ、あれ？え？引き算の問題です。おせんべいが8枚あります。あと何枚で10枚でしょう？
おせんべいは8枚だから10-8は2、あと2枚で10枚。え、ゴジラくん何枚？2枚。はい、2枚ね。ゴジラくん今2枚って言ったじゃない。あれあれ